室内はですね、まあこれは木じゃないんで問題ないんですけども、よくこうドア枠、散歩枠のこれ木部、木でできてて地面まで行ってるってなると、実はねこのポーチの下ってシロアリがこう通ってこれるんですよ。通ってきてこのポーチの下通ってきて、ここに基礎があるんですけど、ポーチと基礎の間をこう上がってきてシロアリがここから入ってくる。ゴールデンウィーク前後になるとここから羽アリが大量に出てくとか、でここまで入ってこれるってことはこの下も行けるので、そこを入ってきて玄関のカマチを食べたりするので、ご自分で見れるとこっていうと、これドア枠、カマチで、このカマチからこう伸びてってるハバキ、こういうところですね。こういうところがこうボソボソしてこないかとか、これも叩けば、これハバキもし食べてればもう叩いたらすぐ簡単に割れてしまうので、室内に見える場所っていうとこの辺ですね。こういうところがこう腐ったりとか、このドア枠、この辺がこうボロボロになったりとかっていうところが見れますので、ご自分で見れるところっていうと、こう枠、浴室の出入り口の枠と出入り口ですね、こういうところがこうボロボロになってきてないか。あとはシロアリって水がないと死んでしまいますので、水回りですね。お水がどこかから漏れてて、その水にこう呼ばれてきたりとか、あと窓枠ってかこう雨漏りがしたりとか、結露がこうびしょびしょになったりとかで、その水に呼ばれて上がってきて、そうするとこう窓枠のあたりにこう被害が出てきたりとかしますので、ご自分で見れるところ、室内で見れるところというと、お風呂場の出入り口、あと水回りとかがある窓枠とか、あとキッチンもどっか水漏れがあった場合にシロアリが入ってくる可能性がある。まあ、室内側で見えるというと、こう窓をね、木じゃない、木製じゃないんであれですけども、木の窓枠とかでしたら、こういうところがこうボロボロになってこないかみたいなところがチェックポイントになると思います。